県東南ミャ族トン族自治州は中華、人民共和国、貴州省東南部に位置する少数、民族自治州。貴州省東南の山間部に位置し、東は、水南省太頃化し、南は、厚生地湾族自治区流州市及び河内市、西は、貴州省県南区遺族ミャ族自治州、北は、道省純義市及び、道人市に接する。 東西2 2 0トル、南北2 4 0トル。古代から、苗族など少数民族が合情で、中国はその狩猟に感触を与えて、間接支配するだけであった。しかし、明の英楽三角は1413年を思え周到、戦意史を廃止、直接統治に切り替え、少数民族の同化政策を行った。清もこの政策を踏襲したため、 民進時代にはしばしば苗族などの反乱が起こった。中華人民共和国成立後1956年になって、自治州人民政府が成立、外利権に主婦が置かれた。1983年外利権は市に昇格している。一県9、市、15県を管轄下に置く。陳炎先駆検討南苗族トン族自治州2002年末の、 総人口431万2900人。都市人口は79万8800人。農村人口は351万4100人。民族的には、漢族が93万6310人、少数民族が347万6800人で、うちみ族百族178万4300人、トン族135万9000人となっている。 ありがとうございます。